どう思っているのかしら。話にしたって、なんて言えばいいの？白羽さん、え、何かしら。今日は冷えるね。春だというのにまだ冬を思い出すよ。寒くはない？ええ、大丈夫よ。そう。話してくれなくてもいいのだけど。はい。温室でのこと、その聞こえてしまったんだ。あれは白羽さん、温室で。お待たせ。ごめんなさい、待たせて。そろそろ消灯だし、寝ましょうか。ああ、そうだね。うん、さあさあ、ベッドに行って、電気を消すから。スオーさん、夜中調子が悪くなったら、遠慮なく起こしてね。今度は私が付き合うからね。はい。
Mayuri-san. お茶のおかわり欲しい人いる？ああ、ありがとう。今日は新しい茶葉を使ってみたの。セイロンのものだけど、わかる？そうなのか、いつもより香り高い気がするね。本当に？調子がいいんだからね、スオさん。話ということで、お茶会の途中なんだけど、これから部活に参加しなきゃなんだ。そうなの。だったら私からリカさんへことづけて。違う違う、スオちゃんはこれから私たちに拉致されるの。え？先輩がスオちゃんを気に入っちゃってさ、連れてこいってうるさいんだ。だから行こう、スオちゃん。リンゴ。それじゃ、お先に失礼します。え？なに？なんなの？どうしてこうもうまくいかないんだ。相性というやつかな。僕とスオ君はこんなに仲良しだというのに。なんでこんなことに。ん？どうした？顔色が優れないぞ。女の子の人ね。違います。
ずいぶん暗い顔をしているね。本当にあの日じゃないのかい？僕は軽い方なので、いまいち感覚がわからないが、本当に辛いのなら、言ってくれたまえよ。心配をおかけして、すみません。うん。スオー君が平気ならいい。しかしなんだね。炭になっている上部分だけ削ってパンに挟めば、食べられるかもしれないな。ハンバーグとハンバーガーなら名前も似ているし。少しは調子が戻ったかい？今日は君がチャーリーで僕がエンジェルスだ。指導監督はスオー君なのだから、ビシビシやってくれて構わないんだよ。チャーリーって。おや、例えが分かりづらかったかな。海外ドラマだよ。割と有名だから知っていると思ったんだがね。佐々木凛吾君から君は映画や小説好きだと聞いていたんだけどね。リンゴさんから。僕も映画や海外ドラマが好きなので、リンゴ君に壊れて貸したりしているんだ。君と話を合わせるために見ているんじゃないかな。持つべきものは友だね。それでいい。それじゃチャーリー、もっと簡単でお手軽な料理法っていうのを聞きたいのだけどね。ここからが本番だ。ダメだ、やっぱり塩辛い。やっているのに、なんで塩辛くなるんだ？僕の手から岩塩でもこぼれ落ちているのか？下手とは聞いていた。
せっかくだからこの学院にいる間に凝った料理は無理でも定番の料理だけでも抑えとこうと思ったんだがね。そんなに落ち込むことはないですよ。今までは焦げていたのに今度は綺麗に焼けたじゃないですか。これは進歩ですよ。とにかくもう一度作ってみるよ。できたか。では。Yuzuriha と呼んでくれないか。嬉しくて。ソースがついていたんだよ。そうなんですか。まだ取れてない箇所が。でも今日は本当に良き日だ。
何度挑戦してもダメだったことが実を結んだのだからね。ほら、僕たちのことはいいから、みんなも自分の作業に戻るように。今日は無理を聞いてくれて本当にありがとう。いえ。ああ、これは一つ年上の老婆心から出るつまらない言葉だと思ってくれていいが。はい。僕は正直、自分には料理の才能なんてないと思っていた。人間、得て不得てがあるしね。どうしても苦手なものがある。そうだろう。だけどね、苦手だからと諦めていいものと、そうじゃないものがある。僕は、父や弟に、亡くなった母の代わりに、美味しい料理を食べさせたかった。だから、苦手だ、不得てだと分かっていても、何度もチャレンジした。だからね、スオ君、君にも諦めさせたくないんだ。諦め？僕のこれと比較するのもおこがましいだろうが、君の抱える問題と一緒だ。崩れ、しょっぱい思いを幾度もする。だけど、最後はうまくいったじゃないか。大丈夫。まあ、スオ君で言うところの、卵を割らなければオムレツは作れない、というやつだね。